日本獣医生命科学大学は東京都武蔵野市境南町1-7-1に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は引けもの。1881年に日本初の私立獣医学校として、開学以来140年近くにわたり、獣医師、獣医学者などを育成してきた日本最古の私立、獣医科大学。 2006年4月1日より公明を日本獣医畜産大学から日本獣医生命科学大学に変更した。設置者は学校法人日本医科大学、麻布大学と並んで私立獣医科大学として長い歴史を持つ。日本獣医生命科学大学は教育理念として愛と科学の心を有する質の高い獣医師と専門職及び研究者の育成を掲げている。 学瀬として、形状昭和という言葉を掲げ、意味は、健常と協調、慈愛と人倫を育む、科学の創生を説いた神言であると解説している。学部、学科大学院大学機関、施設以下の付属機関、施設を有する。第一校舎にある一号館の木造二階建ての建物は、1909年に竣工した旧東京市、麻布区役所長者を大学が買い取り、 ウィリアム・メレル・ボーリズの計画、指導により移築されたものである。武蔵野市と同じ武蔵野地域にある日本獣医生命科学大学、アジア大学、成形大学、東京女子大学、武蔵野大学の敬語大学で武蔵野地域自由大学を形成している。ありがとうございます。